駅に来ました。はい、古賀駅です。思い出の古賀駅4年前の熊本地震の時にこの近くにちょっと避難して避難しててここによく歩いて遊びに来てましたという思い出の古賀駅です。はい、懐かしいの古賀駅です。こんな感じです。あっちのね、でね、前のねパン屋さんでね、あの宿毛矯正入れたの。なんじゃそれ。あ、来た。来た。あ、来た。ピントはこの網に合ってしまはい、何古賀駅、獅子渋駅の近くの踏切に来ました。こんな感じです。なんだこのサイレンは何ですか。あっち向こうに見える団地にちょっと避難に来てました。なのでここは歩いてよく見に来てましたという踏切です。あの4年前から国家工事してるのにまだ4年も経ってるのにまだ、あ、誰なんだやったぞこのあー残念ダブルではない残念ダブルではない。あ、こっちからか、こっちから来るの。